い、こんばんは。ギタリストの竹下敦史です、本日ご紹介するのはこちら、ヤマハ G150D ですね、1970年頃の、作品だと思います。まず音の方を聞いてください。こちらのギターなんですが、私のね手元に来た時は、結構痛みがひどくてですね、この部分ですね、接着をしました、自分で。あとはですね、糸巻き、ペグと呼ばれる部分ですね、はオリジナルなんですが、これも私のところに来た時はね結構錆びていたので、丁寧に注油してブラシでこすってきれいにしました。で、ここのギター面白いのがローズウッドなんですね、指板が。なんですが非常にね濃いローズウッドで、パッと見るとねエボニーに見えるんですよね、非常に気に入ってます。当時を考えてもコンディションは非常にいいですね、はい、このギターはね、結構、このギターもね、このコマの部分をね、ドイツのディエタホップに真似して、ラウンド形状にしてあります、まあ、その方がなんていうんですかね、オクターブチューニングが合いやすいのと、あとはこう、制覇、なんて言ったらいいのかな、バレー、まあ、こういうふうに押さえるたときに、音程が合いやすいです。はい、ので、まあ、それほどね、そのコマ自体は値段が高くないんで、自分で削ってしまうのはあまりお勧めしません。買ったお店にね、事情を話したら、えって言われるかもしれないですが、クラシックギターの専門店だったら、ディエタホップ知ってると思いますし、街中のね路面店だとディエタホップって言ってもはって言われるだけだと思うんで、私は、黒澤明、ドクターサウンドで購入されるとですね、いろいろな面で非常によろしいんじゃないかと思います。はい、あまりわからないお店で買っちゃうとずっとわからない店員さんとお付き合いしなければいけないんで、やはりね成長のスピードが遅くなるので、やはり専門店、専門の中の専門ね、そういうお店で購入するのがよろしいかと思います。とにかくまあ楽器が1台あるとね人生は非常に豊かになりますので、ぜひとも1台楽器をお求めくださいませ。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。 See you next time です。じゃあね。